41か国で31カ国、はあ、その上で営業所もあってやるとずいぶんたくさんの、そうですね、はあ、海外で従業員が、約1万人ぐらいだと聞いておりますよね、はあ、すごいですね。ホンダ技研全体で3万人、日本ぐらいは2万人、外国で1万人と、こういうわけです。そうですね、そうするとね、世界中いろいろ、まあ、国民性とか制度とか違いがあるでしょうけどね、そういう点で難しいことありませんか。もうこういった連中はかなり悩むようですが、根本的には人間ですからね、よくみんな話し合って目的は一緒なんですからね、でそのためにやればこっちも気をつけなきゃならんことは、向こうの人の生活それから習慣、こういうものを十分に研究して、習慣というものはですね、よく尊重しなきゃならんですね。一番最初に出された工場はベルギーですね。ベルギーのアルストっていうところの工場です。それ何年ぐらいか、約20年近く。ああ、じゃあ、ね、随分早いですね。その海外進出しては。うちは日本では一番早かったんですよ。そうですか。ベルギーっていうところはあんまり生産っていうのはその時はあまり高くなかったんですかね。まあ一番自転車が多かったですかね。そういうのオリンピックとか自転車競技で、非常にそこで、まあ一番最初は私ずいぶん苦労しました。苦労したのが良かったですね。ああ、そうですか。一番難しいところを出すってことは大事なことですね。安いところを出すとね、簡単にこのように工場ができ、簡単にまあ収入アップっていうことになりますと、つい甘くなるんですね、考え方。やっぱりそこにも挑戦の精神ですか。やっぱり挑戦の精神ですね。やっぱりね。今アメリカのオハイオ州の方に工場を建てておられる。そうです。現在はオートバイで、まもなく四輪車の方でやられるわけですね。そうです。最近この日米経済摩擦で日本の自動車が輸出されすぎて、アメリカで非常に問題を起こしている。でその日本の自動車会社にもっとアメリカに工場を作れというようなことを、アメリカの労働組合から言われたりしておりますね。でその時に今日本の自動車会社の方ではアメリカの労働の質とか、あるいは労働組合の体質とかいうのが日本と非常に違うんで、向こうへ行ってうまくやれるという自信がなかなか持てないというようなことで、随分まあヘリテイトをしてたとか多かったんですけども、まあ、最近大手の方でも進出が決まってるとこもあるわけですけども、本田さんとかもほとんどが一番最初に出されたわけですね。おやりになってて、そういう労働の質という問題はどうですか。まあ私は直接やってないんで、はい、うちの若い人たちに聞いたんですが、やはり年中には変わりはないしね、ただ習慣とか制度とかっていうものが日本と違う。だから人間的なものを土台にして、どこの国でもうちはやってますが、みんな分かってもらえると思うんです。というのはですね、向こうでやると物が悪いなって日本人すぐ言うですね。ところがそれは今までの習慣性とかそういうものもありますしね、一つの要素ではないですが、ある一つの要素だけを言いますと、隣の流れ作業によって隣の仕事と自分の仕事とは異質なものですね。で同じ品物を作るという目的は同じであっても仕事の内容は違うわけです。そうすると日本だと前の人がちょっとミスとか忙しいとちょっと手伝い行くとか、そういうものは彼らねないんですよね。だからつい前の人は前の人がやったんだから俺には関係ない、自分のだけやれいいんだと、こういうものに流れていく。でお客さんを売るときにはお客さんは総合的な言えるもので判断するわけですね。ここもありやすくも悪いと、そうすると売れなくなる。はい、だから売れなくなれば結局はみんなが迷惑をするわけですね。そういうふうなことで作業というものはやはり共同にみんな同じような質に仕上げなきゃならんという原則があるわけで、それをよく話していればみんな分かってもらえますか。アメリカの勤労者もやっぱり分かりますか。分かります。この間も私はこの会社行ってきたんですけどね、オートバイの工場やってますよ。ああ、そうですか。やっぱり日本人と何だか変わりがないですよ。日本って変わりがあるっていうのは要するにその指導の方針が違うんじゃないですか。どういう方式を取るか、結果として一番いいことをいかに疲れるように訴えるかということですね。そうですね、まあ、結局理解よりしょうがないですか。これはね、どの国でもいろいろなその習慣もございますからね、その習慣を無視しないように、習慣なら習慣というのを遠くにやったらより生産なら生産というものをいいように方向をつけていくという納得のこと、これを
そうですね、これは成功しましたよね。理解してもらうというのは一言で言えば簡単なんですけど、外国人ですね、それにはこの日本というものを理解してもらうという方法ですね、まあ、もっと端的に言うと日本が好かれる方法、あるいは日本から行った企業が好かれる方法ですね。あ、もちろんそれが一番大事な条件です。はやっぱりこっちがね、好いてやらなくちゃ好かれませんよ。男女関係だと同じくんだと思うんですよ。なるほど、片思いじゃダメです。片思いじゃしょうがない。片思いじゃね、手を差し伸べてね、まあ、好いてやる。まず自分がどこの国行ってもこれなら納得できるという合理的なものを持って、そして愛情を持っていくということが一番大事じゃないですかね。それがない限りね、ただ単に儲けなきゃいけないとか、これやらないといけないっていうことだけを押し付けたら、人間は反発しちゃうの、これはね。まあ、日本ではね、同じ会社に勤めてるというだけで仲間意識がある。職場の同僚としての仲間意識がある。もっと大きく言えば、日本人全体としての仲間意識がありますね。ところがその、日本人と外国人、あるいは自分の会社の人と人の会社の人、ということになると、非常にそこにこう差がはっきりするわけですね。例えばこの、日本人は日本人のことしか関心がないんじゃないかとよく外国が批判されるんですけどね。例えば外国で飛行機が落ちるでしょ。そうするとどこそこで飛行機が落ちて何百何十人が死んだと出ますね。でその中に日本人乗客がいるかいないかが問題なんですね。ああいうことは外国にあんまりないわけですね。そうなんですか。知りませんでした。知りませんが、あまりもその日本人は小さいんじゃないですか、その考え方が、っていうのはですね、あの地図を見ればわかるけどね、子供の時からね、日本とね、いつも真ん中にあるんですね。ところがね、外国を見るとね、日本がどこにあるか探さなきゃわからないところに隅っこの上ぶら下がってるんですよ。そうですね、地図は。だから日本人は地図からの方面から行っても一番中心に考えて、いやしないかな。そういう日本人がね、これからこの欧米、東南アジア、世界の国々とも仲間意識を持っていくということはなかなか難しいことだと思うんですけどね。しかしね、どんな難しいことをやらなきゃならないことですからね。だからもう一つは、これだけ経済が世界一に伸びてきますと、どうしても機動的に役割をしなきゃならんというのは、これは当たり前のことですからね。でそういう意味においても日本人を中心にものを考えていくことはいけないですね。あの地図のようなことはやっちゃいけないですよ。ああ、そうだ。あれも隅っこの方の人も全部が同じの地球の上に住んでるんだと。なるほど。いう考えにならんと。どうもあの地図は気に食わんな、僕は。本田さん。教科書なんかでもね、ヨーロッパを中心にした地図も東南アジアを中心にした地図もいろんな地図を載せて、世界がどんどん見られるんだというような習慣を子供の自分がつけたほうがいいですね。いつも中心にね、自分たちが動いているんで、世界が動いているように思わせる地図、まずいな、これ。ああ、まずいな。本田宗一郎さんのお話を聞いてみました。この本田宗一郎さんのインタビューの模様はですね、1981年に、録音されたインタビューということで、今からもう40年前の本田宗一郎さんの肉声でございました。さあ3月もね始まりましたし、2021年楽しんでいきましょう。ぜひ皆さんも良い1年を送りましょう。それではまた明日。お相手は平山茂でございました。おやすみなさい。